ベンデルシュタインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのロート郡に属す市場町。ベンデルシュタインは、ニュルンベルク市の南に境を接し、シュバルツァハ川沿いに位置する。本市は、公式には13の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ニュルンベルクフォイヒト産業パークの一部が、町域にかかる。また、アウトバーンのニュルンベルク、フォイヒトサービスエリアも、その一部がこの町域に位置している。クラインシュバルツェンローエ集落は、町域内に属すが、クラインシュバルツェンローエの森はこの町域には属しておらず、いずれの市町村に属さない地域にあたる。青銅器時代後期にあたる、紀元前1300年頃にはすでに、シュバルツァハ川流域に人が住んでいたことが発掘により、証明されている。この集落の名前は、1259年に、初めて文献に登場する。地名は、川の流れが曲がるところにある岩に由来すると推測されている。ただし、伝承では、ベンド族に由来するとも言われている。ベンデルシュタイン中心部町議会は24議席からなる。ルートヴィヒ運河の水路橋。下を流れるのは、シュバルツァハ川1993年から毎年4月末に、周辺の郡を含め広い範囲の客を集めて、ニューオーリンズミュージックフェスティバルが開催されている。ありがとうございます。